どうもどうも、神奈川県住みます芸人の五郎館川端と中江です。お願いします。今日はですね、はい、休みの日はのんびり、ホリデールーティーンということで、はい、ちょっと格好を見てもらったら分かると思うんですけども、毎週行かせてもらってます芸人野球の方に来ております。じゃあ今日は長江もちょっと応援してもらっていいですか。ごめん。ダメな、ちょっと痔を手術しました。大変でしたね。ちょっとまだね、病院に来てくださいということなので、はい、今日は休みということだったので、はい、病院が予約が取れましたので、ちょっと予約取ったんで行こうと思います。止めれないよ、はい、それはなので、ちょっと野球楽しんで、はい、はい、じゃあ行ってきます。初めてまともな理由でいなくなった。まあ今日は同期の仙田も一緒にやるので頑張りましょう。川場選手早いよ。早い。何ですか。いや、その長い着替えの早い。いやいや、長いって誰ですか。いや、もう普通の長いだもん。いや、違いますよ。私は長いじゃありませんよ。何、私は実況のアナウンサー長田地一郎です。長田地一郎なら長江じゃないです。あ、ねえ川選手、はい、本日は今から野球やるということで、はい、ちょっと実況やらせていただいてもよろしいですか。いいんですか。はい、嬉しいです。実況ついてつくのは、いや楽しみですよ。川選手がどんなプレーをするのか楽しみですね。ありがとうございます。はい、さあバッターボックスに入っていく審判にペコリと挨拶をした。バットをちょこんと置き構えていく。ピッチャーに向かって鋭い眼差し、左の方を見て、さあバッター構えた。バッターは川端武蔵、右打席、さあ初球はボール、いい見送り方をしていた。そしておっと、これはレフトフライかと、左に切れていった。これはファールになりました。なんとか命拾い。さあここでどういったボールが来るか。おっと、ここで見逃していく。審判の右手がしっかりと上がった。さあここでおっと、見逃し、これは見逃し三振。おっと、これはボールでした。入っていた可能性もございましたが、おっと低めのボールをレフトに打っていた。まさかのバッティングにベンチも大盛り上がり。素晴らしいバッティング、リプレイでもう一度どうぞ。低めのカーブを上から叩いていった。さあ2打席目、川端武蔵、先ほどは素晴らしいバッティング、ランナー満塁のチャンスをおっと、セカンドフライで潰していく。大事な場面で打てない。大谷翔平選手のバッティングを真似していると言っていた試合前の川端が恥ずかしい。放送席ヒーローインタビューです。嬉しい。本日2打数1安打、川端選手に来ていただきました。ありがとうございます。いや、休みの日はこうやって過ごしてるんですね。そうですね、野球はやっぱ楽しくやらせてもらってます。仲間たちと、はい、1打席目の低めのボールをパコンと打ったあのヒット、素晴らしかったです。あの時打った気持ちは。そうですね、ボール気味だったんですけども、うまく拾えたなっていう気持ちいいですね、あれは。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。ただ2打席目です。え、満塁の場面でチャンスで凡退されてました。本当に野球をやる資格がありませんね。言い過ぎだと思いますよ。言い過ぎ。それは誰しもチャンスで凡退しますから。まあ、またこの後なんか違うところに行かれるということで。あ、そうですね、はい、ということで以上、放送席中田地一郎でした。ヒーローインタビューでした。だろ、ありました。そしてですね、帰宅しまして家の前の畑に来ております。こちら、この区画、ここまでが読売ランド前シェアハウス3人で借りた畑でございます。よいしょ。そしてカメラは仙田に代わりまして同期の片倉スマイルコーポレーションに乗っております。
スマイル、いつも料理お疲れ採用されてたんで、めっちゃ嬉しい。たかしさんに直接報告したい。ナイスです。ナイス、ナイス。こちらの生産緑地というところでございまして、安く借りれるんですけど、災害人とかにはここをね、テントを張ったりするのに貸さなきゃいけないよという、そういうなんか指定された場所なんですよ。これ初めて自分たちで植えて出てきたジャガイモでございます。よいしょ。あと2ヶ月ぐらいで多分収穫できるということで、ちょっとねこれから夏野菜も始まるんで楽しみでございます。川端氏、これは畑ですか、あなた方の。いや、そうですけど、もしよかったら畑の実況もさせていただいてもよろしいですか。畑実況いらないですよ。いや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 、せっかくなので畑の実況もさせていただきたいなと思っております。もったいない、長立ちさんもったいないですよ自分。いや、私のポリシーとして何でも実況するという心でやらせていただいておりますので、やらせてください。そこまで言うならお願いします。ありがとうございます。では畑の実況やらせていただきます。スタートです。さあ、実況はまた永田智一郎がお送りいたします。こちらはノラボーナという神奈川県の名産のお野菜。さあ、そしてこちらの方を取っていくと思ったらまさかの罰。さあ、ここで細い方がこれは取って大丈夫ということを示している。そしてここでまさかの永田智一郎が出てきた。畑に似合わぬジャケットスタイル、まさかのマチコン会場と間違えたのか。くるっと回って、イエイエイエイ。さあ、これ取った。それではないよと教える川端。四つ葉のクローバーを取ったかのように笑顔な永田智一郎。違うよと、違うよと教える川端武蔵選手。ブロッコリー、下からのアングル、下からのアングルで取っていく野菜は、そう、これだ、ブロッコリーだ。片倉スマイルコーポレーション曰く、やはり湯がいてマヨネーズでつけて食べるのが美味しいと、おっと、なんか一言言っている。デカブロッコリー発見。デカデカ。そこは長江の頭発見でも言っておけ。いくと、サクッていけるわ。いやー、本日はホリデールーティーンの方実況させていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いや、非常に素敵な休日をお過ごししているということで、ありがとうございます。ちょっとこれからもね、休日はゆっくり過ごしていけたらなと思います。はい、ということで私の実況は以上となりますので、スタジオのサイツカさんにお返ししたいと思います。ではスタジオのサイツカさん、あとよろしくお願いします。